ね、はい、皆さんこんにちは、浦田です。今ですね、9分に来てまして、これから9分の食べ歩きグルメを楽しみたいと思います。で、ですね、調べたところだと行きたいというか食べたいものが3つがあって、千と千尋っぽいの肉団子みたいなやつと、あとあのピナッツ餅アイスクリームでしたっけっていうやつと、あと最後ですね、普通に芋餅が入ってるなんか台湾のデザート、この3つを今日食べていきたいと思います。はい、探していきましょう。はい、1つ目ですね、ここにしよっかなと思います。食べたいのはあの真ん中にあるの赤いやつです。みんなこの店だとビルも販売してるのでっていうことでこっちにします。自動販売機形式ですね。はい、店内はこんな感じです。でもこの肉団子っていうのかな、はい、いただきました。で、さっきはあのお姉さんに説明してもらったんですけど、中は豚とタケノコが入ってて、周りが、まあ、餅って感じですね。ビールも頼んでるんですけど、自分で取らないといけないのかな。自分で取ろうかな。持ってきてくれないんで。台湾ビールです。台湾に来てから3杯目の台湾ビールですね。で、まあ、残念ながらあんまり冷えてないんですが、いただきます。っていうか、正直で言えば今日でお酒の3杯目でございます。じゃあ皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。いただいちゃいます。なんか正直って言えば、あの見た目はなんか、まあ、美味しそうに見えないっていうか、あの好きな人にごめんなさい、なんか初めて食べるにはちょっと、あ、なんていうの、まあ外から見て、これ美味しそうだからこれにしようって思うのはなかなかない気がします、外国人から見たらね。こんな感じですね、まあ、餅、豚とタケノコ、そうです、いただきます。おいしい。で、味付けはお姉さんに説明してもらってたんですけど、なんかソースも、まあ、醤油ベースのソースって言ってたんですが、確かに醤油ベースでもありますが、スパイス、なんか、まあ、シナモンではないですけど、アニスとかカーダモンとかそういう感じようなものもたっぷり入ってて、うん、スパイシーで甘い感じがすごくいいです。豚肉の色がすごいですね。わかっ、皆さんサービスいただいちゃいました、イエーイ。あの自動販売機で支払いしたんですけど、なんかビールが勝手に取ってて、なんか支払ってないんじゃないかっていうみたいなこと言われて、でも払いましたよって言って、でそこでなんか、まあ、通知なかったっていうか、私が支払った時の伝票がなかなか出てこなくて、で結局もう一回払っちゃって、でそこで、あ、ごめんなさい、やっぱりうちも間違えてましたって言われて、50ドルを返してくれた上で、はい、
これをスミルをくれました。あーめっちゃ優しい。これもいただきたいと思います。で上の方は豚のやつと下は忘れちゃったけど多分魚系のやつです。もちもちしてる。なんか日本のつみれとか普通に販売してるじゃないですか。私はねたまに鍋に入れたりとかするんですが、そちらの方がちょっとなんか柔らかめっていう感じあるんですけど、これは結構まあもっちりして、うーん、つみれというよりかは鶏つくねに近い感じかもしれないですね。魚のスミルもなかなか香ばしい感じですね。おつまみ的に最高。なんかねメニューでいろいろあってもう普通に追加したくなるんですけど、次にもう行きたい店があるんでしょうがなくてこれで終わりたいと思います。やばいやばい、完全に営業終了で迷惑のお客さんでした。次はこちらです。マヤ、名前は全く読めないんですが、なんかこれが美味しいってネットで書いてあるので食べたいと思います。 OK、一起吗？哦，没有。OK， 好，那要不要切一半呢、啊？不用。好，五十。我要三颗。啊 ，yes please。我给你找。OK， 请放这里。这边。谢谢。OK。Picture picture。はい、こんな感じでいただきます。不知道会不会想。嗯。嗯。いやめっちゃ不思議な味がします。周りのクレープが少しだけしょっぱくて、中でパクチーが入ってて、で甘いピーナッツパウダーも入ってて。なんか甘いなのかしょっぱいなのか、でそれにプラスなんかパクチーの爽やかさ、爽やかさ出てて、めっちゃ面白い味付けです。ちょ、パクチーが入れますかいらないですかってちゃんと聞いてくれるんで、パクチー苦手な人でも食べれると思います。でもこういうのは発想がめちゃくちゃ面白いと思います。で、ね、今は7時過ぎてもうそれぞれの店舗が結構染み始まってるので、あのアイスが食べながら次のところを探してます。猫ちゃん、一緒に遊んでくれな。あ、雨が。よし、これだ。嘘、閉まってる。あ、まだある。大丈夫大丈夫、間に合った。私顔がでかいってよく言われるんですけど、私の顔と同じぐらいの量なんですよこれ。おー
かアイスかホットかって聞かれたんですけど、そうアイスになるとこんな感じで、かき氷が入ってます。なんかね、こういうのはってあの日本でも台湾のなんかお菓子というかデザートが結構流行ったりとかして、でも一回も行ったことなかったんで、私もマジでこういう食べるのも初めてです。なんか台湾式のこの黄色いも名前覚えてないんですけど、あと紫のタロイモ両方が入ってます。でタロイモだったら沖縄にもあって食べたことあるんですけど、この黄色いやつはおそらく初めてです。うん、おいしい。結構甘くて、で紫の方が芋感が合います。アイス大好き。これをこう噛むあとですね、気持ちいいですよね。食べ始めたばかりですし、長居してるわけじゃないのに、もうこれがすごい溶け始めちゃって、完全に水って感じですね。でちょっと急がないとやばいっす。外で食べてましたが、店内はちなみにこんな感じです。はい、多分営業時間が過ぎてるのでガラガラでございます。はい、皆さんごちそうさまでした。いや、今日の動画本当に付き合ってくれてありがとうございます。知らないエルレガばかりでしたが、もうどれでも美味しくて、もう本当に今日で九分に来てからこの普通にお茶屋さんに行って、で普通にご飯屋さんに行って、でそこから食べ飲み歩きもして、もう本当に何だろう、お腹が忙しい感じでした。はい、でもとても美味しかったので、また絶対に台湾に戻ってこちらに来たいと思います。はい、皆さん、じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。いいねと思ったらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあおやすみなさい。